ーキバス系列シュナイダーから君に依頼がある。早速だが説明に入ろう。惑星封鎖機構のルビコンにおける補給拠点ヨルゲン燃料基地を叩いてもらいたい。目標は採用にあるエネルギー生成プラント。これを潰せば、そうだな、連中の制圧艦隊の足止めくらいにはなるだろう。当該基地はつい先日まではベイラムのコーラル調査拠点だった。それが封鎖機構の艦隊襲来で一夜にしてこの通りだ。今回は基地に点在する燃料貯蔵タンクにも破壊報酬を設定させてもらった。連中を叩くと金になる、そう宣伝してくれるとありがたい。宣伝とはな。621、お前はマスコットではない。気を引き締めてかかれ。メインシステム戦闘モード、ミッション開始だ。封鎖機構の駐屯部隊を排除しつつエネルギー生成プラントを目指せ。燃料貯蔵タンクの破壊を確認。
標のプラントだ。マーカー情報を更新する。目指して進め。コード5、所属不明 AT。 狙いはプラントだ。毎年ポーズ、これ以上選んでるな。その機体構成、独立要請だな。解析はシステムで行う。迎撃しよう。情報を収集しろ。解析はシステムだ。待て、コード15。報告にあった AC が排除する。30%。 残り50%。
傭兵。毒の機体、二機とも撃破しました。飽きますね、この展開も織り込み済みか。連中にとっては手のいい潜在だ。追加報酬はあまり望めなそうですが、他の傭兵たちもあなたに続いてアーキバスの依頼を受け始めるでしょう。新着メッセージ一件。アーキバスグループ傭兵企業担当ベスパー8ペイターです。燃料基地襲撃作戦の完遂お見事でした。第4隊長殿からも伝言を預かっています。お聞きください。さすがだな声優、君ならやってくれると思っていたとのことです。引き続きアーキバスグループをよろしくお願いします。